ホッシーです。おはようございます。久しぶりにね、また、自宅に帰ってきました。4日間、岩手、そして、福島、ね、白川、ね、行ってまして、昨日の夜遅くに帰ってきました。で、感じたこと、ちょっといくつかあるので、ご報告したいと思います。まず、一つ目。まずはですね、4月12日、ミーナさんとのお話し会が2日で完売。で、急遽4月の22日に、2回目のお話し会。そして5月12日、で、これがまた埋まればすぐに6月の2日、日曜日。日曜日2回続くんですけど、お話し会、ね、ミーナさんとの宇宙人談義をいたします。で、もうすでに2箇所、全国から、まあ、全国ですもんね、2箇所のところから、地方にも来てほしいという依頼がありますので、これからこの、ミーナさんとコラボのお話し会ということで、私窓口になりますので、オファーがある、方がいましたら、ぜひ、手を挙げて、橋本の個人ラインの方に、要望を言ってください。で、もう一度確認しますが、もうこれからは宇宙時代です。宇宙。そして、UFO。それから宇宙人。そしてテレパシー。ね。これが今年のキーワードになります。キーワード。もう今までは、霊的能力のある人は神様とかね。うん。神からの啓示を受けたとかさ、セオリツ姫からのメッセージだとかさ、釈迦の生まれ変わりだとかさ、キリストからメッセージ受けてたとか、ね、いろんなことを言って、そして私たちに、ね、まあ、メッセージをくれてた。しかし、これからは、その言葉に惑わされてはいけない。宇宙人がテレパシーで、そういうその霊的能力の方を利用して、そして、金儲けに走ってきた。こういったケースが非常に今見えてきた。で、特に、スピリチュアル業界で、チャネラーとか言われている人の 90% ぐらいは、まあ僕からしてみたらね、私の見解は 90% ぐらいがペテン師だね。まあ、そういう中にあって、きちんと、宇宙の仕組み、宇宙人からのメッセージ、こういったことをしっかりと、具体的にね、理解してもらうために、私とミーナさんで日本全国をオファーがあるところだけ、回ろうかなというふうに思ってます。で、何度も言いますが、このミーナさんは具体的にいろんな方とね、コラボもしてきましたし、私の知り得た、今までずっとお話し会で話してきた内容と、本当にもう一致してます、一致。なので、とても、自信持って、お話し会できるなと思ってます。それから、あり方、ね、このミーナさんの人としてのあり方、うん。これが、本当にこのね、使命を帯びて、この、宇宙から地球に来て地球人にメッセージを伝えるんだというこのメッセージ性が基本にあって、それが、金額的なもの、うん、そういったことも含めて、とてもリーズナブルな料金で皆様に、お話をご提供できる。そういう、まあ、こともあり、僕の、お金に対する価値観、ね、なるべく安くやろう。そしてでも正確な話を一人でも多くの方に届けよう。ね、こういった考え方と、それから音玉、言玉、ね、それから宇宙人からのメッセージ、こういったものがバランスよく、届けられるんではないかと。今日の時点での最善です、僕にとっての。というふうに判断したので、これを本格的に全国でやっていきたいなと思ってます。でも、何度も言うんですけれども、
皆さんからのね、オファーがないと私たちもなかなか動けませんので、よし、幹事として手を挙げよう、ね、やらさせていただこうっていうような、まあ、こう、裏方さんをね、こう、手伝ってくださる方を、実はね、たくさん募集しております。で、もう一度、このミーナさんとの間でのお話し会の内容を、かいつまんで言います。いきます。一つは、この、プレアデス星人としての記憶を話します。二つ目は、長崎のアンデルセンのマスターとの、エピソードを話してもらいます。で、この長崎のアンデルセンのマスターは完全な宇宙人だというふうに、断言していいと思います。超常現象をたくさん起こす方です。そして次、広島にも響さんという素晴らしい、超常現象を起こす方がいます。この人とのエピソードの話もございます。それから、弁護士であり、そして、お医者さんである秋山義種さん。この方は完全なやっぱり宇宙人で食事取らない。うん、不食の方なんですけれども、この方とのコラボも、いつもお会いをしていて、この方とのエピソードも話してもらおうかと思います。それから、今から50年前にユリゲラ、ね、ユリゲラってスプーン曲げで、一時期大ブームになった。この時に子供として出演していた清田くんって男の子がいるんですが、この方が今現在60歳になって、で、この方も超常現象が起こせるようになったので、そしてその清田くんとの、コミュニティも、取れているということで、この辺のエピソードも話してもらおうと思ってます。それから、ここが大事なんですけども、中山康直さん、ね、この方とたくさんのコラボをなさってるんですけども、この方は実は、朝です、朝。ね。朝開き。これからね、解禁されるであろう、朝開き。この真実について語ってるんですが、この方は、今から10年前に美しき緑の星という、金星人が作った素晴らしい映画があるんですが、これを自主上映をした方なんですが、その時に一緒に、まあ、スタッフとして、携わったこともあり、この方とのエピソードも話していただくということになっています。で、なおかつこの美しき緑の星の、主演をなされてた、ね、実際に映画に出ていた金星人、まあまあ、地球人としてはフランス人なんだけども、コリーヌ・セローさんっていうね、まあ、女性がいるんですが、この方とも、ツーショットで写真に載ってるぐらい素晴らしい方です。で、他にも、クリスタルキング、ね、クリスタルキングの田中さん、それから、これから、大ブレイクするであろう、ね、女優の高木沙耶さん、ね、一時期、朝の話で、女優活動が停止、そして、いろいろと、こう、妨害にあって、こう、表から消えてしまったんだけれど、また、ここへ来て、自主上映の映画で、復活と。で、この高木沙耶さんも、いろんな真実を知っている。そして、朝のこと、それから、発酵、それから、野菜とか、食べ物、お米、こういったことも全部、無農薬のいいものを作らなきゃいけないと。で、この方との、エピソードも、話してもらおうかと思って、とにかくね、内容がね、盛りだくさん。盛りだくさんです。で、今まで僕が、語ってきた内容を、それを、こう、肉付けするかのように、この、お話が、しっかりと皆さんにお伝えできると思いますので、楽しみにしていただきたいなと思ってます。とりあえず10分経ちますので、今後のこの展開、お話し会の展開について皆様にちょっとご報告させていただきましたのと、それとぜひね、手を挙げてほしいんです。うん。で、日本全国でお話し会をやってって、そしてたくさんの方に、これから、大峠が来て、
そして大混乱が来て、その後に弥勒の世が来るわけなんだけど、ここへ向けての皆さんの準備、心の準備ね、最終的には先進御霊磨きをするしかないんだけれども、ただその準備と、それからどうしてそれをしなきゃいけないか、その具体的な話を、していく、その上で大切な大切なお話し会になると僕は思ってますので、オファーのある人はどんどん、橋本の個人ラインの方に問い合わせしてください。概要欄の方に全部、電話番号も LINE も公開しておりますので、どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。